吉和、これどこに隠れてんの？吉和、お前ドバイから日本に戻ってきたのか。そんなさ、端っこに隠れて。吉和、47都道府県の暴露もさ、まだ2、3個ぐらいね。ネタねえって正直言えばよかったのに。ぶっちゃけ今お前垂れ込みだけだろうな。もう出し尽くした感じだろ。本当は暴露なんかできねえんだろうな。だからそこでお前ずっと隠れてんだろうなあ、吉和。そんなとこでずっと隠れたってさ、捕まるよ、吉和。なあ、水飲むか。水、吉和、水飲むか。水、水だよ、ほら、吉和、水。どう、おいしい、吉和。吉和、吉和、お水、美味しいか。吉和、吉和、美味しいだろうな、お水だな。吉和、なんでお前そんなことずっと隠れてんのね。橘に騙されてな、お前何口もごもごしてんだよ。吉和、可愛らしい顔してんな、吉和な。立花がドバイにな、来なけりゃな、まだお前 YouTube アカウントあったと思うよ。そしてさ、毎月スパチャたくさんもらって1ヶ月4000万5000万稼いでたんだろうな。立花に絡んで、立花がさ絡んでからどうなった、お前。まあ参議院議員になれたけどさ、むしろ責任を負うことになって、ねえ、国会議員の仕事しろなんとか言われちゃってさ、できるわけねえのにさ。なあ、政界の暴露、政界の闇できねえよな、お前な。目が可愛いな、相変わらず。吉勝、顔が可愛いからな。でも吉勝さ、政界の闇なあ、政治家暴露するって言ったって、所詮お前それ全部垂れ込みだろ。アテンドしたことねえんだから、そもそも。どうするね、また竹之内みたいにさ、鎌かけられて、ねえ、騙されそうになってさ、ブチギレ配信ね、ガシルのサロンでね。可愛らしいな、お前顔が。でお前そこに何年隠れてんのね。何年隠れようとしてんのね。吉和、吉和、逃亡すんなよ。吉和、どこに行くんだお前。え、そのまま党員か。よし、来年の通常国会は党員しろ。そしてお前、分かったか、自首しろ。ゲームオーバーだお前。捕まるんだお前は。分かったか、吉和。わかったか、吉和。